カボチャ族は双本性ツル植物の属の一つでウリ科に含まれる。アンデス及びメソアメリカが原産。食用の果実はカボチャとして知られ、その果実と種子を取るために世界中で栽培されている。カボチャ族のほとんどの種は巻きひげを持ち数メートルの長さに成長する双本性ツル植物であるが、ペポカボチャと西洋カボチャはヒツル製品種も開発されている。 カボチャの黄色や大色の花には、メバナとオバナの2種類があり、メバナが果実を、オバナが花粉を作る。多くの種には、倉庫な者となる専門の蜂がいるが、すがるなど、より一般的な植生の昆虫も、花粉を媒介する。属の分類については、議論があり、認められている種の数は13種から30種まで幅がある。栽培種は、シーアージャイラスパーマ、黒種カボチャ、 西洋カボチャ、日本カボチャ、ペッポカボチャの5種である。これらすべて、成熟化が数ヶ月間貯蔵可能であることから冬、カボチャとして扱われるが、日本カボチャの一部の品種には夏、カボチャとしてのみ利用した方が良いものもある。カボチャ属の種は2つの大きなグループに分けられる。一つ目は、一年生もしくは、短命の多年生ツル植物で、中生のグループ。二つ目は、 乾燥地帯に生育する多年生で犬異生のグループである。栽培種のカボチャは一つ目のグループから派生したもの。茎は長さ5から15メートルに成長し、巻きげを出して近接する植物や構造物を登ったりもしくは地面に沿って伸びたりをする。ほとんどの種では節から根づくことは容易でないが、黒種カボチャは明らかな例外であり。 それほどでないにせよその他の4栽培種も不死から根付く。多年生カボチャのルは成長したまま放置すると、半気元化することがある。カボチャの果実の大きさ、形、色は、外見が非常に均一な黒種カボチャを除いて、単一種内であっても多様である。ペポカボチャ及び西洋カボチャの形態のバリエーションは、とても広範で、様々なその亜種や品種が、 全くの別種として誤認されてきた。葉脈の近くに白藩のある日本カボチャの破天型的なカボチャ属の栽培種は、高列した手のひら状分裂用と長い傭兵を持ち、幼女は個性である。いくつかの種では茎が角張っている。地上部の全体が様々なタイプの毛状突起で覆われているものもあり、その毛状突起は硬化して尖っていることが多い。バネ状の巻ひげは、 それぞれの節から伸び、分子している種もある。シーアージャイラスパーマの葉は、卵形から心形。ペポカボチャの葉の形は、バラつきが大きい。日本カボチャの個体には、薄い難毛や密集した難毛のあるものがある。黒種カボチャの葉はわずかに角張った形をしており、薄い難毛に覆われている。これら四種すべて、葉に白斑のあるものもないものもある。オバナとメバナは、 同一個体上にあり、溶液から生じて個々に成長する。花は黄色から大色の5つの豪着した花びらと緑色の象形の額を持つ。ウリ科の尾花には一般におしべが5つあるが、カボチャ族には3つしかなく、それらの役は繋がっているため1つであるように見える。雌花には太い小花がなと3から5つの中等を持つ海脂肪があり、 それぞれの中東に二つずつ突起がある。シーアージャイラスパーマと黒種カボチャのバ花は、オバ花よりも大きな果敢を持つ。ペッポカボチャのバ花の額は小さく、日本カボチャのオバ花の額は比較的短い。西洋カボチャとペッポカボチャの果実カボチャ族の果実は、大きく多肉である。植物学上、カボチャ族の果実は、ウリジョウカと分類される。ウリジョウカは、 海脂肪に由来する消化の特殊な類型の一つで、厚い表皮は、鼻卓等組織が脂肪の周りに外下皮を形成し、多肉質が内部は中下皮と内下皮から構成される。売り浄化という用語は主に売り化の果実に用いられるが、この類型は広く見られ、時計相続やパパイヤ族の果実も売り浄化とされることがある。種子は、中央ではなく脂肪壁につき、大きくて扁平で、 ほぼ使用2枚からなる大きな肺を持つ。果実の大きさにはかなりばらつきがあり、4センチメートルほどの小さい野生の標本や300キログラムをはるかに超える重さの栽培種標本もある。カボチャ属栽培種の様々な果実ザ・プラントリスト及びワミオは,はユーリストによる。太字は栽培種。この属の系統の全容は不明であり、研究が続いている。 以下のカボチャ属の系統分岐図は2002年のミトコンドリア DNA 研究に基づくものである。カボチャ属の果実は種によっては特にビタミン A やビタミン C などの良い栄養源となる。植物中にはククルビチン、ククルモシン、ククルビタシンのようなフィトケミカルも含まれる。モチェのアブミタ中高動機 紀元前300年頃カボチャ族の植物はアメリカ大陸を発見した探検隊がヨーロッパにもたらす以前から現地で幸い化されており人間にとって重要な食料と食用油の供給源となっている果実は少なくとも2000年間人類の文化と関わりを持ってきたその象徴の一つがペルーのモチェ文化の土器であるクリストファー・コロンブスが新世界に到達した後 16世紀初頭のヨーロッパでは、カボチャの描かれた絵画が現れ始めた。パンプキンパイ、ビスケット、パン、プリン、スープなど、その果実を使った料理も数多い。また、カボチャの果実を用いる祭りや花と野菜の展示は、多くの国で開かれている。ありがとうございます。